1919年の法典史の地図赤が満鉄付属地、紫が法典上法典史は中華民国と満州国にかつて存在した現在の中華人民共和国信用史に相当する都市。かつて新朝の都として政京満州語でと呼ばれていたが1644年北京に都を移すとバイトとなり1657年法典商運。 皇帝省曰くにちなんで、法典府が置かれた。新朝が和解した後、1923年に、張作林が法典市政交渉を設置。1928年12月29日、朝学寮の歴史により、中華民国のものとなり、1929年、新陽市に改名されるが、 1932年3月1日、満州国の成立により1945年に崩壊するまで再び法天主となる。現、信用史、法天省の紹介。1931年9月18日、満州事変が勃発すると、関東軍により、遼寧省法天に、関東軍の土井原賢治を主犯とする法天市政府が成立した。 同年10月15日、張金白が法典市市長に就任している。1937年3月26日、市政が交付され、統治範囲が確定している。信用権も当初法典市に位置していたが、1944年1月1日に分割され、法典市と武順市に編入された。 満州国崩壊直前の株行政区画1931年、関東軍により法天使政府が設置される。1945年8月、満州国の崩壊とともに自然消滅。ありがとうございます。